放送に流れます岡田王への特番の天の声ちょっと、よく内容はね、わからないんですけども、まあ、いつもお世話になってる岡田さん、の、YouTube チャンネルが今回テレビで放送されるということでそれに参加させてもらいます。それまだちゃんと打ち合わせてはしてないんで打ち合わせで把握したいなと思います。いかんせん予算がないものでほんまにこの前自腹で東京来ましたからね、岡田さんの別演の時だけカメラセットします。はい、少々お待ちください。ちょっとだけ下がっていただくことができます。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、すみません、改めてすみません、お願いします。はい、いきます。アロハの季節じゃねえだろ。え？唐揚げ作んの。うん。顔面がアロハに負けちゃってんのよ。ねえ。念願のテレビだからテンション上がってんのか知んないけど。ビニールな。棒はしょんな。うん。ほう。あ、そうなの。いや、知らんけど。なんではにかんでんだよ。いや、集中しろ、包丁に。こっち見んな、切ってるとき。うん。しろな。かっこつけんなって。何、文字をって。うん、絶対説明しろや、高い位置。なんだ、後ろの掛け軸。若手芸人が掛け軸飾んな、隣の鏡細っ。佐藤、うん、佐藤引く。佐藤引く。醤油な。え、何この英会話チャンネルなのかこれ。うん、いや、ドンピシャの年数のやつ言えや。なんで翌年って。うん、ごま油な。もうそろそろピンとこなくなってきてるわ。性別どうだっていいだろう。友達でいいだろう。うん、時代的にも友達でいいよ。しょうがな。うん。やかましいわ。ああ、夏休みとかの方がわかりやすいだろ。おう。夏の化身？もっといいのあるだろ。なんでアップにしたんだよ、ここ。いいよ。おう、ニンニクね。キスな。小さいついらね。あと棒はしょんなよ、今後。おう。うん。未来英語ねえだろ。うん。毎日ニンニク食え。あれちゃうかって何？それ曖昧な関係の人いんの？岡田のくせに？うん。スパイスね。うん。なんでスパイスゾーンあるんだよ、家に。なあ、こんなん用意するぐらいならもっといいとこ引っ越せ。なんか聞いたことあるスパイスだね、全部。ナツメグじゃん。うん。あ、そうなんだ。いいよ、この際、ナツメグで。うん。アイドリング？うん。うん。やりましたよ、アイドルグループ。いや、わざわざ言わなくていいよ、その場合。知ってるだろ、きっと。は？助っ人外国人でもそんな覚え方しねえよ。早く行け。うん。この時間もったいねえだろ。うん。まだ行ってるよ。うん。どこで買ったこのアロハ。なあ。浮くんだよ。この部屋の感じと。うまそうだな、おい。うん。もう一回あげる。あ、そうだけど。
ほんと？いや、カッコつけんなって。もう、長袖着ろや。冬なんだから。うまそうだなぁ、揚げたての。エゴが強えぞ。ここで爪痕残そうじゃねえんだよ。おう。いや、そんな繊細な香りの違い分からんだろう、あんたに。最高です。本当にありがとうございます。もう冷気収穫も感じました。早めに終わろうとしてない。いやいや、そんなわけないです。そんなわけないです。めちゃめちゃ面白かったです。本当ですか。食べて食べてのアロハどこで買ったのか最高でした。ありがとうございます。うわー、どうなるんだろう。あとは胸張って大阪帰るんです。いや、ならいいんですけど。ありがとうございます。いや、ほんまにめちゃめちゃ面白かったです。あ、よかったです。これは関さんが編集する。ここから編集して、編集して11月12日に、1月12日、ちょっと泣く泣くカットのツッコミも多分出てくるんですけど、あ、もちろん、全然、全然、全然、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。不思議な仕事ですね、もう。僕も何しに東京来てんのか分からないですけど。危なかったです。我に帰るとこでした。いや、新幹線だった。もうこれね、ぜひ。いろんな人に見てほしいですね。そうそう、お母ちゃんの魅力がね、存分に伝わるような。え、レギュラー化したらこれまた東京にこのために来てみたいな生活、この数十分のために、はい。収録が終わりました。まあ、岡田さんの映像を見て、とにかく突っ込むという形の、収録でございました。入り時間が、2時14時だったんですけども、現在時刻は14時23分、はい、約20分で、お仕事終わりました。あのスタッフさんもね、大阪からこのためだけ行きました。そのこんなこと言うのねなんですけども、コスパの悪い番組ですね、スタッフさんにとっては。僕らはね、フラッと行ってわーっていつも通りね、アドさんに突っ込んでっていうのでね、終わりですけども、スタッフさん大変だわ。感謝ですね、こういうスタッフさんには言っていただいて。